こんにちは、こんばんは。キックボチャンネルの久保です。第3弾ベストバイとなりました。毎回好評いただきありがとうございます。第3弾ベストバイはラフィーネを追加した新型のアクアです。では行ってみましょう。ベストバイとは一体何かということなんですけれども、元車屋でですね、日本一も取ったことがあるキックボチャンネル久保がですね、独自のロジックで数値化したユースタイムバリューという指標をもとにですね、車種の中で一番パフォーマンスが高い仕様をベストバイとしてご紹介する番組でございます。はい、それではグレード比較から早速いってみたいと思います。まあ、なんといっても注目は Z に追加された特別仕様車ラフィーネということなんですけれども、ラフィーネはですね、外装内装ともにですね、各所にブロンズの加色っていうのを施されております。その他ですね、シートの方が、コンビシートのブラウンレザーという形でですね、かなりおしゃれな仕様になっているというところが特徴という形でございます。で、まずはリセールから言ってみましょう。リセールはですね、 Z ラフィーネこちら5というのを付けさせていただきました。まあちょっとね、新しい特別仕様車なんでまだ先が見えないところはあるんですけれども、シートのデザインについてはヤリスクロスの先代ですね、マイナーチェンジ前の、Z で選べたカラーと全く同じというところもありましたので、今回5という形ですねを付けさせていただいております。で、 Z はですね、もう、いろいろな相場を見ていてもリセールがかなり高いので5という形です。で、 GX と少しずつ、リセールの方の、買取価格っていうのは下がっていくような形になります。で、 GR スポーツもですね、一部の方には大変人気らしいんですけれども、買取になるとやはりちょっと Z ラフィーネ Z よりは下ということで4という形で行かせていただきます。続いて燃費ですね。燃費についてはですね、まあ X になると1キロぐらい燃費良くなるとはいえですね、すべて30キロオーバー、リター30キロオーバー走るということで、すべてのグレード5という形なんですが、まあ GR だけちょっと30キロ切ってしまうというところがありますので、GR スポーツだけ燃費は4という形になります。続いてですね、コスパなんですけれども、コスパについてはですね、Z が5、それ以外が4という形にさせていただいたんですが、理由についてはですね、各装備に対しての価格っていうのをこう照らし合わせて見させていただいたときにですね、まあ確かに Z ラフィーネについては加色っていうところはあるんですけれども、装備の追加で言うと、ホイールがですね、オプションのホイールと同じインチのホイールになるというところにとどまっているという中での価格差を考えると、ちょっとお高くなるかなというところでございます。まあ、コンビシートもついてはいるんですけれども、こちらについては、まあ、好き嫌いもあるかなというところでコスパ4とさせていただいております。続いてですね、G グレード、X グレード、GR スポーツ、こちらもですね、まあ、装備と比べるとちょっと弱いかなというところで4にさせていただきました。ということでですね、グレードのベストバイは今回はラフィーネが出てきたんですけれども Z という形になります。はい、続いてパワートレーンなんですけれども、こちらアクアについてはですね、もうハイブリッド専用車という形になりますので、パワートレーン1種類というところで 1.5 リッターのハイブリッドという形になります。で、こちらのハイブリッドエンジンなんですけれども、もう皆さんご存知の通りですね、トヨタが代表するハイブリッドエンジンというところでですね、1.5 リッター3気筒のですね、直列3気筒の 1.5 リッターエンジン、ガソリンエンジンに、ハイブリッドシステムを組み合わせたものという形になっております。で、こちらはですね、もう言わずもがなというところになりますが、まあ、燃費がかなりいいエンジンということでですね、まあ、いろいろな車種に搭載されているエンジンとパワートレーンということになりますので、まあ、信頼性も抜群ですというところで、まずリセール価格に関してはですね、このハイブリッドも定評がありますので、もう5という形になるかなと思います。で、税金についてもですね、もうハイブリッドシステムがついているというところで、購入時の税金はかなり優遇されるというところで4という形で、まあ、ちょっと電気自動車と比べるとっていうところで4にさせていただいてます。で、コスパですね、コスパについてもですね、このハイブリッドを積んでるっていうところで言うと、もう燃費も含めて、かなりコスパもいいかなというところがございますので4というところです。で、消耗品費というところなんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、ハイブリッドを積んでるというところで、まあ、バッテリーの交換とかっていう可能性っていうのを考えると、こちらは3とさせていただいております。で、燃料費についてなんですけれども、これはもうコメントいらないかなというレベルですね。なんとですね、市街地モードで 34.3 キロ、郊外モードで36キロ、まあ高速道路ハイブリッドちょっとね、弱点って言われてますけれども、31.8 キロというところで、WLTC モード、なんと 33.6 キロ走るというお車でございます。
はい、続いて駆動方式になりますね。こちら肉と E4 ですね。まあ4駆と肉がございますというところでございます。まず肉からいってみましょう。肉についてはですね、リセール価値についてはもうトップ5という形です。で、税金の方もですね、まあハイブリッドで安くなるという部分がございますので4と、でコスパについても4になります。で、消耗品費はですね、先ほどと同じですね、バッテリーの交換等が考えられるというところで3にしてもらいます。で、燃費なんですけれども、燃費の方も、かなりいいというところで5をつけさせていただいております。続いて E4 ですね。こちらですね、リセール価値なんですけれども、新車時でですね約20万、4億円するとお値段が上がるんですが、まあそれ同等の価値がですね買取時にあるかというとそこまでの差はないというところで4にさせていただいています。で、税金の方は、肉と同じ理由で4ですね。で、コスパについてなんですけれども、やはりちょっと E4 にするとですね20万お値段高くなるというところで、結構価格としてはですね大きいというところがございますので3という形にさせていただいております。消耗品費については、肉と同じ理由で3ですね。で、燃料費はですね、これなんと4駆になっても燃費同じという形になりますので、こちらはもうこのままという形でございます。で、実際ですね、これで比べさせていただくと、ベストバイは肉という形になります。はい、続いてメーカーオプション、ディーラーオプションについてですね、こちらですね、かなり今回のマイナーチェンジでですね、標準装備が増えまして、まあ、安全装備含めてですね、パノラミックビューモニターが標準になったりっていうところが増えましたので、メーカーオプションについてはかなり少なめでいけるんじゃないかなというふうに考えております。で、まず0円になるんですけれども、カラーはブラックマイカ、こちらがですねリセールともにですねかなりコスパのいいカラーとなっておりました。で、内装色についてはですね、この後ご説明しますが、合成比較パッケージですね、こちらをつけるとですね、ネイビーか、オレンジかという形になりますので、まあ、ブラックが一番リセールはいいんだとは思うんですけれども、無難なネイビーっていうのを選ばせていただいておりますという形でございます。まず1個目のメーカーオプションなんですけれども、こちらについてはですね、僕の方の一押しメーカーオプションということで、トヨタチームメイトになります。こちらですね、こちらをつけると、ヘッドアップディスプレイがついてくるというのがございます。で、その他にですね、まず、画素なんですけれども、標準でついているパノラミックビューモニターについては、画素数30万画素、チームメイトをつけるとですね120万画素になるというところで、かなり見栄えも、見やすさっていうところも上がってきます。で、その他にですね、アドバンスドパーク、自動駐車システムですかね、こちらが、付与されるっていうところと、各センサーの方がですねアップデートをされますので、そういった部分を、鑑みると、これはかなりお得なオプションになるのではないかというふうに思います。続いてですね、久保の激推しオプション、寒冷地仕様あったか装備というところなんですけれども、これをつけるとですねあったかくなる装備っていうのがですね、かなり充実をします。で、19,800円っていうお値段になりますので、こうぜひつけていただけると、まあ、特に女性の方は、満足度が上がるんじゃないかというふうに思います。続いて、アルミホイルなんですけれども、ここはですね別に15でもいいよっていう考え方もあるかなとは思うんですけれども、まあ、39,600円でですね16インチのアルミがついて、タイヤもっていうふうに考えると、まあ、最初にですねどうせ付け替えるんであれば、まあ、付け替える予定がないよっていう方はいらないと思います。付け替えるんであれば、入れておくといいのかなというふうに思います。続いてですね、合成比較パッケージなんですけれども、こちらはですねパッケージのセットオプションになっておりまして、特にですね、女性の方については、こちらのオプションつけた方がいいんじゃないかなというところでございます。まあ正直ね、合皮っていうのはそんなに必要ないのかなと思うんですけれども、まず運転席がですねシックスウェイのパワーシートになります。これをつけないとパワーシートつきませんというところですね。あとは合成比較のファブリックシートとのコンビシートになりますと、ここはまあまあというところではあるんですが、あとはですねシートヒーターとステアリングヒーター、こちらがついてくるんですよね。で、これと寒冷地仕様を組み合わせると最強という形になりますので、おすすめのオプションと
続いてですね、ディーラーオプションなんですけれども、こちらはですね、ディスプレイオーディオが、まあ、10.5 インチっていうところで大きいモニターがつくんですけれども、アクアについてはですね、ちょっと一世代前のディスプレイオーディオになりますというところでですね、ナビゲーションが使えるっていう機能がついてないんですよね。で、まあ、ディーラーオプションの方でですね、この T コネクトナビキットっていうのをつけるとナビも使えるようになりますというところで、まあ、こちらに関してはですね、ちょっと必要なオプションになるかなというふうに思いましたので、ディーラーオプションとしてもつけさせていただきました。オプションについてのベストバイはこちらという形になります。はい、アクア各項目を見てきました。今回のマイナーチェンジでですね、便利機能もそうですし、快適機能、安全先進機能っていうところを追加をしてきております。で、価格は確かに若干上がったんですけれども、それをカバーできるだけのですね、充実装備というところで発売されてきたお車なので、かなり車自体もおすすめできるんじゃないかなと思います。今回選ばせていただいた仕様、最終仕様なんですけれども、グレードは Z ですね。パワートレインはもう1種類になりますが、ハイブリッドと、駆動方式は2区になります。で、メーカーオプションなんですけれども、カラーはブラックマイカを選択させていただきました。内装色はネイビーですね。オプション内容についてなんですけれども、まずトヨタチームメイトですね、こちらと合成比較パッケージ、まあ、コンフォートパッケージ付きというものになります。寒冷地仕様、16インチアルミと、プラスですね、ディーラーオプションになるんですけれども、こちらが T コネクトのナビキットという形になります。こちらですね、ディーラーさんの方でもですね、いろいろとお伺いをしたんですけれども、車両本体価格のみの値引き相場についてはですね、下取りなしで、まあ、5万円から最大の10万円ぐらいではないかというふうに予想しております。乗り出し価格なんですけれども、もろもろの装備をつけさせていただいて、まあ、実際ですね、メンテナンスパッケージとか、そういうものによって若干変わってくるかとは思うんですけれども、290万から300万ぐらいということで、乗り出し価格の予測をさせていただいております。こちらディーラーさんのお見積もりに基づいた金額となっております。続いてですね、3年後の予想買取価格についてなんですけれども、こちらについてはですね、グーさん、カーセンサーさんの2021年のですね、時点の販売価格であったりですとか、買取相場っていうところからですね、概算を出させていただきまして、200万から220万ぐらいでこの仕様の車ですと買取をしていただけるんじゃないかという予想をさせていただいております。で、3年間のですね、予想維持費なんですけれども、こちらはですね、リッター 33.6kg ですね、こちらの燃費に対して、1リッターあたり160円、最近ちょっと高くなってきちゃったんですけれども、まあ、平均してですね、160円のガソリン代で、3万キロを走った場合というところで燃料費を出させていただきまして、燃料費と保険料ですね、はい、それとですね、メンテナンスパック等から割り出させていただいた3年間での整備費用、こちらをですね、合計した金額という形になっております。だいたい37万から48万円と。で、実質の車両価格ですね、こちらについてはですね、購入時の見積もりの金額から、3年後の予想買取価格を引かせていただいた金額を載せさせていただきました。そうするとですね、車両価格については70万から95万をご負担いただくという形になるのではないかなと考えております。で、そちらからですね、計算をさせていただきまして、出てきたユースタイムバリュー、乗ってる間にですね、1ヶ月あたりどのぐらいのコストがかかるのかという金額なんですけれども、こちらはですね、3年間の維持費プラス実質車両価格、こちらはですね、36ヶ月ですね、で割った数字となります。ユースタイムバリューについては、29,700 円から39,700 円というところでですね、ヤリスクロスを上回ってきまして、今のところベストバイ、まだ3台ではございますが、トップのコストパフォーマンスということになりました。これはですね、かなりいい数字が出たんではないでしょうか。1ヶ月あたりですね、まあ、うまく乗るとですね、3万円以下で、全ての経費を入れて乗れてしまうと。まあ、自動車税がちょっと入っていないので、自動車税をプラスで入れていただくと大体3万3000円くらいかなと思うんですけれども、こちらはかなりおすすめの車なんじゃないかと思います。いかがでしたでしょうか。久保チャンネルではですね、車のこと、車に関することをですね、これからもいろいろと調べさせていただいて、皆様に配信させていただけたらなと思っております。今回の動画がですね、少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、いいねボタンを押していただけますようお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。キックボチャンネル久保でした。ありがとうございました。